球場ができる2023年の3月のタイミングでやはりそのロータリーを必ず整備をすると。北広島市、まあ、北海道からのですね、まあ、本当その使命感を感じてですね、この事業をしっかり進めていきたいと考えています。